藤沢和夫は、中央競馬、美穂トレーニングセンター所属の長教師。1995年から2009年までの間、11度の JRA 賞最多勝利長教師を獲得した。戸籍上の表記は、藤沢和夫で、著書、勝つためにすべきことや、プロフェッショナル仕事の流儀2007年5月15日放送分などの、ように、 こちらの名義が採用されることもある。大学にて、教職課程を習得するが、教師への適性に自ら疑問を抱き、父の友人である、小牧場、青蘭牧場の主田中長熊の下で、馬さんの手伝いをするようになる。しかし、その頃は、ホースマンになろうという確固たる信念はなく、彼にとって、競馬界は、 自身の将来を定めるまでの短い腰掛けに過ぎなかった。しかし、青蘭牧場で働く中、徐々に田中の影響を受け、藤沢はホースマニへの志を固めていく。そして、田中の強い勧めでイギリスへ渡り、名門旧舎のギャビン・プリチャード・ゴードン旧舎の下で、休務員として4年間働き、 そこで競馬に対する哲学、馬への接し方などの競馬理論を形成していくことになる。ちなみに、彼を競馬界へと導いた田中は、和夫がイギリスへ渡った翌年、休止している。1977年11月に帰国した、藤沢は、美保、菊池和夫オ級者の調教助手として2冠馬、勝トップエースの調教に携わるなど、闘病中の菊池に代わり、 番頭として、同級者を切り盛りする。菊池が病死し、旧社が解散した後は、野平雄二に誘われ、野平旧社へ移籍。そこで、名馬シンボリルドルフと後の旧社の主戦騎手、岡部幸男と巡り合うことになる。1987年、独立して、旧社を開業。初勝利は、1988年4月24日の、 新潟競馬11レースで若い管理馬たちのリーダーとなる洋地方競馬からスカウトしたローバガルダンだった。開業後5年で関東のリーディングトレーナーとなる。1992年に新興ラブリーで初重賞勝利。翌1993年には再び新興ラブリーで初の GI を勝利。 1997年に JRA の年間最多重賞勝利の新記録を達成。1998年には管理場待機シャトルがフランスでジャックル・マロワ賞を岡部の起乗により勝利する。2004年には旧社発のクラシック制覇をダンス・イン・ザ・ムードで果たし、全ノ・ロブロイで秋コバ・ GI ・ジャパンカップ・有馬記念を3連勝した。 しかし、旧社が開業してから十数年主戦騎手として活躍した岡部騎手が2005年に引退してから少しずつ勢いはなくなっていき、2006年のビクトリアマイルをダンスインザムードで制して以降はペルーサやコディーノなど重賞馬は排出するものの GI タイトルには手が届いていなかった。2014年の天皇賞秋をスピルバーグが 弟子の北村博士を背に勝利。およそ8年ぶりの GI 勝利となった。2016年頃から、全盛期の勢いが盛り返し、フランケル3区のソウルスターリングで、阪神ジュベナイルフィリーズを、里のアレスで、朝日ヒハイフューチュリティステークスを制し、史上初の同一年での阪神ジュベナイルフィリーズと、朝日ヒハイフューチュリティステークス制覇を達成した。 2017年に入ると、オークスを前述のソウルスターリングで、日本ダービーでレーデオローで制止2週連続でのクラシック制覇を成し遂げた。また、オークスと日本ダービーは共に初勝利で、2レースの暗状は、どちらもクリストフルメールだった。特に、日本ダービーでは、旧舎悲願のボバクラシック初制覇を成し遂げた。2020年6月13日、 函館競馬第二重競争で勝利し、JRA 通算1500勝を達成した。これは、故、小形東吉長教師の1670勝に次ぐ、史上二人目の快挙であった。その偉業を称え、美穂トレーニングセンターに、一勝より、一勝と、文字が刻まれた、記念碑が混流された。年末には、この記録が称えられて、東京競馬記者クラブ賞、 2020年度、JRA 賞特別賞を受賞した。2021年6月29日、農林水産賞より、農林水産大臣表彰を受賞した。ありがとうございます。